チームを代表して伊藤公大さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。伊藤さん、出身地はどちらの方なんでしょうか？はい、よさこいの発祥である、高知のですね、姉妹都市の、北海道北見市というところから、来ましたので、そのチームを立ち上げてですね、皆さんと、よさこいを楽しんでいるような状況です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは準備をお願いします。はい、改めまして会場の皆さん、こんにちは。東京都のよさこいチーム、サーガと申します。この2日間のお祭りですね、このステージ演舞、この会場だけですので、伝説に残るような、演舞を披露させていただきたいと思います。華やかな笑顔でスイーパーを踊ります。ご声援よろしくお願いします。